欅坂スタートオーバーを皆さんご存知でしょうか。千葉県のとある場所が撮影地になっているこちらの MV のロケ地を紹介。1分50秒あたりにあるこちらの中庭のシーン、ここは MV ポイント幕張ビル。この場所は千葉県千葉市にあるビル。 MV の画像と中庭の画像を比較するとこんな感じ。ガラス張りになってる壁が印象的ですね。過去に二人セゾンという曲でも使われたみたい。以上、スタートオーバーロケ地紹介でした。